スネーフェル登山鉄道は、イギリスのマン島にある、電気動力の登山鉄道である。この鉄道は、ラクシー村と島の最高点で、海抜2036フィートのスネーフェル山の頂上とを結ぶ。ラクシーでは、マンクス電気鉄道に接続する。路線の延長は5マイルで、3フィート6インゲージを使用し、急勾配でブレーキをかけるために、フェル式システムのセンターレールを使用する。 それは550ボルトの直流で架空電車線方式で電化されており、架線と防コレクターを使用する4号車。線路中央のフェル式ガイドレールに注意。鉄道は3月から11月初旬まで運行しており、片道30分かかる。冬には着氷による損傷を避けるために、ルートの露出した上部の架線が撤去される。乗客は、 1895年に製造された1、2、4、5、6の番号が付けられた古代の木製の電車で運ばれる。3号車は2016年に破壊された。5号車は1970年の事故で全焼し、その車体は1971年に同様の設計に改造されたものである。車両は1970年代後半に、 撤去されたアーヘンシデ電のモーター特動装置を使用してオリジナルに基づいたデザインの新しい台車を再装備した。機関とセンターレールが異なるため車両は3フィートゲージのメールと直通することはできない。鉄道車両は時折台車を交換することによってダグラスのメール工場で作業される。これを支援するためにダクシーには3000機上の側線がある。 鉄道は、マンシマ政府の一部門である、マンシマヘリテージ鉄道によって所有及び運営されている。山からの眺めこの線はもともと、フェルシステムを発明したジョン・バラクロフ・フェルの息子であるジョージ・ノーブル、フェルによって調査された。この調査は、水深とブレーキの両方に、フェル式、センターレールを使用する蒸気式鉄道を対象としており、 この計画は1888年にティムワールドによって承認されたが建設されなかった。1895年スネーフェルト山鉄道協会は計画を復活させ以前の調査のルートを採用した。この路線は協会がリースした土地内に建設されたため法定権限は必要なかった。この路線は非常に迅速に建設され、 1895年8月20日に開通した。この路線はフェル式牽引装置を使用しない電気鉄道として当初から建設され急勾配を推進するために通常の粘着力に依存している。ただし車両には加工時に使用するためのフェルブレーキ装置が装備されている。1895年12月スモーラはメールを所有するマンシマロ面電車及び 電力会社に路線を売却した。その後のヨームと &EP の崩壊後、スモーラが未登録であり、ヨームと &EP の取締役のほとんどがスモーラのメンバーであり、それに違反して買収に投票したことが明らかになった後、この取引に疑問が投げかけられた。ヨームと &EP は銀行破綻の結果として1900年に生産された。 鉄道とメールは生産人によって1902年に新しく設立されたマンクスエレクトリックレールウェイ CO リミテッドに売却された。1950年代後半までに会社は財政難に陥り、1957年にマンシマ政府に買収された。路線の主要鉄道駅はダクシーのマンクス電気鉄道との乗り換え駅である。 路線の唯一の中間停車場所は TT レースで使用されるスネーフェルマウンテンコースの一部であるマウンテンロードと路線が交差する中間位置のバンガローである。レース期間中、電車は道路の両側で折り返し乗客は歩道橋を渡る。楽信駅の上にはすべての車両が収容され維持されている車庫につながる側線がある。 この複合施設は1994年から1995年の冬に完全に再建され、鉄道の100周年に備えて正式にオープンした。また、車庫には小さな小屋があり、冬の間山頂でマストにアクセスするために使用される空軍省の鉄道車両が収容されている。この時、河川は障害を防ぐために線路の上から撤去される。二号車鉄道は、 当初の同一形式6両のうち5両の電車で運行されており、すべて1895年にジョージ・エフ・ミルンズ &CEO によって製造され、その年の開通に間に合うように配備された。注目すべきは、1970年8月16日の火災で甚大な被害を受け、その後地元で再建され、1971年に最終駅した5号車である。 近代的なアルミニウム枠のバスタイプの窓があることで際立っていたが2003年の再改修中に取り外されて木製のスライド式の窓が取り付けられるとともに車体にマンシマゴで鉄道名を記載した初の車両となった現在の塗装は1世紀以上にわたって標準とされた例外は1957年に国有化された時で数量が 緑と白の塗り分けをまとったが評判は良くなかった。1899年まで使用されていた元の塗装は路面電車の文言を特徴とするクリーム色とプルシアンブルーの塗り分けだった。2011年に開始された1号車の大規模な再改修でオリジナルの配色に戻す対象に選ばれ元の文言が記載された。 国有化で短期間採用された緑と白の配色が1962年に取りやめられて以来初めて顕著に異なる配色の車両が運行されることになった。車両の屋根上には1970年にレオスタティックブレーキ装置が追加されるまでナイフと議材の広告が掲示されていた。2016年3月30日に3号車が 頂上駅か発信後に脱線する事故で完全に破壊された。回収可能な残骸はマンクス電気鉄道の技術部門に保管されており、最終的には再生される予定である7号車、マリアレプリカ鉄道で製造された7台目の車両は、1895年の開通時に用意された事業用車である。主に営業車をベースとしながらも、座席を持つ密閉車体は有していない。 他の車両に続く7番を付されて、マリアと呼ばれ、ダクシーからバンガロー近くの発電所に石炭を運ぶために使用され、伝統的に必要に応じて他の営業用車両から駆動台車を慣例的に借りていた。この車両は村の上に置かれた作業用倉庫で村が腐敗して保持できなくなるまで長く見ることができた。レプリカは路線の100周年を祝う。 国際鉄道フェスティバルに参加するために1994年に建造された。道路線上では限定運用とされ、その後、マンクス電気鉄道で使用するためにサンフィートに改造された。現在、定置路線で34号車として番号が付け直されている。架空線が下がっている時に自走するディーゼル発電機が搭載されている。 ナショナルエアートラフィックサービス用4号車両あたり、路線上には4台の別の鉄道車両があり、そのすべてがウィッカムトロリーである。空軍省第1号が空軍ブルーの塗装で到着し、1960年代に黄色と黒に塗り替えられた。その後、個人所有者に売却され、2007年6月に修復のために英国に出荷された。2台目の車両は、 空軍ブルーの塗装で到着し、1960年代に再び黄色と黒に塗り直された。ナンバー4は現在、ナショナルエアートラフィックサービスによって使用されている。車両はスネーフェル山の頂上にある空中マストを維持するために使用された。鉄道には道路にアクセスできない山頂駅に物資を運ぶために使用される四輪貨車もある。貨車は通常、 スタッフを山頂に運ぶ朝の始発列車の前に連結して推進され、日中は山頂に停まり、終電車の後部に連結されて戻る。主に写真撮影の目的で、特別なイベントの一部として営業列車で使用されることがある。1895年の路線建設中、蒸気機関車、カレドニアは、枕木とレールを路線に運ぶために使用されていた。 ダンベルズローから丘を登っていくと、機関車は丘を約20メートル登って滑り始め、パン屋を通り抜けて、八百屋に衝突し、両方の資産に重大な損害を与えた。不動産所有者と運転手はどちらも無傷であった。ポータルサイトマンクスドットネットによると、2009年7月27日、月曜日、機械式掘削機を搭載した車両が、ダクシーの交差点で、 スネーフェルマウンテン鉄道とマンクス電気鉄道に原因力を供給する河川に接触した。負傷者はなかった。警察とメールの電気工学の乗組員が事件の現場にいたと報告書は述べた。事件の結果としてどのような被害が発生したかを示すものではない。河川の一時的な修理の後、翌日サービスが再開された。河川は2週間で恒久的に修理された。 2016年3月30日、空のスネーフェルマウンテン鉄道の3号車がサミットから暴走し、バンガロー駅のすぐ北で脱線した。負傷者は報告されていないが、当時121歳の電車はこの事件で完全に破壊された。山頂では30人の乗客が立ち往生した。2017年8月4日、2号車はスネーフェル山の終点からバンガローへの降下中に、 ブレーキが故障した。万島の公共交通機関の監督者であるイアン・ロングワースは、某コレクタが河川との接触を一時的に失った時に発生した電力供給の中断により、電車の発電ブレーキが失効したと述べた。この事件では、乗務員は緊急、フェルレールブレーキをかけようとしたが、バンガロー駅近くの踏切場で、フェルレールが途切れるために最初はうまくいかなかった。 フェルレールのある区間に戻った後、乗務員は最終的に車両を停止することができた。事故の後、路線の制限速度は12マイル毎時から8マイル毎時に引き下げられた。しかし、8月10日、労働安全衛生検査官は、電車が新しい制限速度を遵守していないという報告を受けて、電車の運行を禁止した。 ブレーキシステムの変更後、2018年3月30日にサービスが再開された。ありがとうございます。